はい、皆さんこんばんは。こんばんは。始まりましたね、はい、奇跡に奇跡を重ね、はい、なんとこの番組のですね、はい、第8回。いや、よくここまでやってきましたね。はい、はい、まあ毎回雨でございます。そうですね。今回台風もですね、うん、まあ、あの右側にちょっとね、うん、それてくれて、うん、無事第8回目の放送を迎えることができましたけれども、はい、ちょっと自己紹介させていただきます。私、司会進行を務めさせていただきます。昼は普通のサラリーマン、そして夜も普通のサラリーマンでございます。エボシエリムスと申します。よろしくお願いします。お願いします。はい、そして、今回もですね、アシスタント、はい、こちら、はい、声優をやらせていただいてます、高槻美恵と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、そしていつもですね、リモートで、援護射撃をしてくれるこちらのアシスタントの方、紹介お願いします。はい、プラスチッククロスオーバーの最初にやと申します。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、それでは、サイズさん、この番組の説明の方、はい、よろしくお願いします。はい、この番組は SNS のトレンドキーワードをもとにテーマを設定し、面白いニュースを厳選してお届けします。そして毎回テーマに沿った生演奏をお届けする、今日も癒し明日を生きる、そんな新感覚ニュースソングスタグビー北九州 C ゲームより、はい、はい、生放送でお送りします。頑張っていきましょう。はい、はい、ね、今日を癒し、ね、そして明日を生きるという番組でございますから、はい、その趣旨に沿ったね、うん、この野良犬親父2匹を今回もですね、うん、ご紹介したいと思います。それでは、はい、北千住の野良犬たち、どうぞ。皆さん、こんばんは。飲んでますか？飲んでます。お前飲んでねえじゃねえか。あのね、サミーバンドのサミーと申します。そしてあなたは？サトルです。よろしくお願いします。あのね、まず一番最初に今日はね、サミーの一言言いたい。いいかな？いい？はい、いいよね。あのね、ちょっとね、あの日本の愛犬家に一言物を申したい、ね。ちなみに犬飼ってる人いる？飼ってないです。飼ってないね、飼ってないね、うん、誰も飼った？あ、じゃあよかった。あ、違う、そうじゃなくて、はっきり言う。いいか、お前らな、あのな、必ずしつけと称して最初にお手をやらせない？お手、それを覚えさせるだろう。だが一言言おう、犬にな、手なんかねえんだよ。分かったか？あれは足なの、前足。だからね、こんなことだから日本の犬はね、日本語をね、理解しないんだよ。だから、ね、その証拠にね、日本の犬ってのは全部英語喋ってないか？喋ってない？なんて喋ってる？ワン。ワンだろうが、ほら英語だろうが。あれはね、1って言うんだよ、1。ちゃんとそこを覚えさせろ。これ無理かな、でもな、無理か。まあいいや。あとね、ただね、愛犬家の方にもちょっと言いたいのは、心配しなくていいよっていうのはね、うちのね、ワンちゃんはね、どうしてもお手ができないのってね、悩んでる人たちもいますよね。心配しなくていいです。理解しないんじゃなくて、困惑してるだけなんだよ。あの、ちゃんと理解してるっていうのは、あ、手ってどこにあるんだってね、ワンちゃん悩んでんだよ。だから、あのね、これからね、犬のしつけでお手をするときは、お足。わかりました、お足。それでやってくれ。ちなみにお足、ほら、サトルでもできるんだぞ、お前。わかったか？っていうか、お前は手だろ。お前は動物か。まあいいや。まあ、今日ね、ちなみに、サニーは日産、サミーはおっさん。バカ野郎、大きなお世話だ。まあ、このぐらい、このぐらい、このぐらいしつけてんだ、俺は。いいか、わかったか？一応ですね、以上、サミーの一言でした。イエー！ありがとうございます。はい、サミさん、気は済みましたか？はい、座ってください。はい、日本全国のね、あのブリーダーの皆さん、大変失礼いたしましたね。これからはお足、お足で、お足で。でもおかしいでしょ、もともと俺も、はい、かりました。それでは最初のコーナーに行きましょう。はい、それでは最初のコーナー、面白トレンドキーワードでーす。はい、それでは妹の斉藤さん、このコーナーの説明をお願いします。はい、このコーナーでは、この1週間の SNS のトレンドキーワードで振り返ります。本日のキーワードは、景気のいい話です。はい、お願いします。
ございます。北千住でケーキのいいところということですね。シチュークリームについてちょっと勝手に喋るようにもらっていいですか。シゴみたいな勝手に喋るようにもらっていいですか。ケーキ美味しいよね。この2週間ですね、2週間ってここ前回2回ですね、ちょっと政治ネタが続きましたし、ちょっと頑張ってもらっていいですか。やっぱりその今年で言ったら新型コロナで、なんとなくこう新型コロナで、ああ正解ね、あのなんとなくこう浮かないニュースがですね非常に多い中、ちょっと今回はですね、あえてね景気のいい話をちょっと揃えてきたので、その景気のいい話をですね、景気の話俺んとこないぞでしょうね。すいません、その景気のいい話を今日はまあサミーさんにぶった切ってもらうということでございます、はい、それでは最初のニュース、高月ちゃんお願いします。はい、最初のニュースです。コロナ以降で一番、4連休初日観光地久々のにぎわいということで、4連休の初日となった19日、はい、全国の観光地には久しぶりに多くの観光客が訪れました。東京の浅草では雷門の前で記念撮影をしたり、ソフトクリームなどを頬張ったりする家族連れや若者の姿が見られ、新型コロナ以降一番のにぎわいではないかと地元の観光業者も安心した微笑みを浮かべていました。 GoTo トラベル事業も東京がね10月から対象にされるっていうことで、より一層の増客が期待されておりますというニュースです、はい、ということでこの4連休ね、あの 各地観光地がですねかなりにぎわったんですけど、4連休どのように。いやあのね、ちなみに俺もね、はい、4連休で、ね、初日に動いたのね、お、はい、大盛況だね、すごいね。どこ行かれたんですか。俺ね、清瀬俺は遠いんだから、越谷から清瀬、遠いんだよ。で、あの特にね、はい、あのちなみに行ったのは仕事で行ったんだよ、うん、映画だるまというね、ものの初めてね、役者のデビューした。おお、役者デビュー、経験のいい話じゃないですか。話のかな。よくないんだよって、農夫の役だから。農夫あの、すごいね、監督のね、農夫なんかやりたくねえなと思った時に、監督の口説き文句が、この役はこの作品にとってとても重要な役です。そうしたらやりたくやるしかないなと思うでしょ、ね、はい、でもね、監督からね、まあ自主映画だからね、あの誰か魔女の役いませんかって言われたの。魔女で、魔女の役は誰、おばあさんか、ちなみにどんな役って言ったら、この役やこの作品では大変重要な役ですって同じこと言ったよ。どうぞ、口説き文句なのねこれね。まあそれはいいや。で、あのね、まあ、4連休あのね、これ4連休の時に本当にね、久々に水を入れた魚のようにね、あのね、もうみんな生き生きしたよね。そうですね。でね、特にすごいのは、俺すっごい、あの市街地も車大渋滞。そうですね、かなりあの交通量がかなり増えた。もう帰りなんか頭きて、だって俺飲み会やったのにさ2時間遅れちゃった、大きなお世話か、かなり帰省できなかった人たちがこのまあシルバーウィークを使って帰省して、まあ、あの各地かなりこう混雑とか、あとね、コロナの影響で電車乗るよりも車で行こうとしたら多かったんじゃないかな。ああそうかもしれないですね。ただ面白いこともあるんだよ、はい、っていうのは、はい、あの俺テレビ見てる時に、はい、軽井沢のね、お店の人がね、インタビューを受けてたのね、うん、で、大盛況ですねって、いや、ほんと盛況でね、もう久々ですわって言ってたんだけど、うん、気になることが、しかしね、平均年齢が20歳若返った。へえ。いや、だって、やっぱね、年配の方とか、重篤を恐れてる人はね、やっぱりね、やっぱり避けてるんだよ。だから、もうここも差別化だよね。若者は経済活動をして、で老人とかね、あとね、あの、まあ、俺らみたいなもんだよ、おっさんだよ、たちは、あなたたち老人は、そうそう、もう老人じゃない、老人じゃないですよ、ドライブだろ、老人じゃない、今日調子良くないですか。いやいや、はい、でサミさん、これね、10月からね、GoTo トラベルの対象に東京が追加されるんですけど、うん、この辺りどうですか、サミさん、GoTo トラベル結構、もうあのね、はっきり言って、基本はね、PCR 検査で陰性の人が動いて、陽性の人が動かないね、この対策、うん、これをね、絶対中心的にやってなきゃいけないんだけど、うん、今のところやんないじゃない、うん、そしたらやっぱ、まあ、4連休、いいか悪いか分かんないんだけど、うん、若い人たちの経済活動して、年配はちょっとね、しばらく我慢、俺らも我慢、はい、という形でね、あの、はい、いう動きでいいんじゃないかな。なるほどです。ただ、まあ、そんな中で、うん、そんな中でですね、はい、イベントの規制緩和、まあ、3つ目の。そうですね。はい、はい、そこ行くから。各種イベントがですね、はい、まあ、よく、いろんなイベントがこの19日、まあ、土曜日をですね、境に、結構その入場規制を緩和しているというニュースがあります。はい、はい、プロ野球19日から上限5000人の制限を緩和というニュースです。
新型コロナウイルス感染拡大防止を目的としたイベント人数制限が緩和されることに伴い、プロ野球は19日から6球団で上限5000人としていた入場制限を引き上げました。プロ野球は6月19日で無観客で開幕し、7月10日から政府の方針に伴い入場客を上限5000人として開催されていました。9月11日の政府のイベント開催制限緩和方針を受け、12球団と日本野球機構は各球団の判断で段階的に緩和をしていくという方針になってます。はい、ということで19日からですね、はい、まあ、本当にあの、まあ、全12球団、まあ、6球場がですね、はい、大体上限を、まあ、50% とか、はい、まあ、あの今まで5000人だったのを、ね、まあ、1万5000人3倍にしたわけですけれども、うん、このあたりとか、いや、だからさっきの関連付けて、はい、もうやっぱり、はい、春頃のね、うん、なんだか分かんない時と違ってね、うん、だいぶ今ね、あ、もうこうやったら感染しないじゃないかっていうのが分かりかけてるから、うん、そういう意味で言うと確かに感染対策、感染防止策をしっかりやって、まあ、どうしたらいいかっていうのは結構みんな分かってきてる、うん、まあただ西村も怖いけどな、確かにそうなんだよね、実験みたいなもんだけど、ただ、だからいいんじゃないかなと思って、もう本当にね、経済も皆さんもう苦しんでる人、俺らも苦しんでるよな、うん、席一つずつだって前あげて、怒られちゃうから、お金くれちゃうと嫌だってまあ、それは何の話急に何の話、それ素敵なことだからあれなんだけど、まあ、あのね、絶対ただしね、うん、昔の川崎球場のロッテだけはずっと5000人でしたっけ、ね、なぜって、はい、あの時ロッテはね3000人ぐらいしか来なかった、5000人のカッコつくじゃん、まあ、それ、まあ、冗談だよ、書いてある、書いてあるね書いたよ、すみません、はい、思い出して、まあ、徐々にですね、見てないよ、はい、あの徐々に例えばの東京ドーム、あと名古屋ドームとかですね、はい、あの今週末からもドームすいません、はい、週末からもさらに規制を緩和してですね、1万5000人、9000人と、まあ、いうことでどんどん規制緩和の動きになってきてますけれども、はい、これから冬、はい、まあ、インフルエンザの、はい、まあ、時期でもありますけれども、うん、はい、このインフルエンザとコロナの難しいこうダブルパンチっていうのはコロナの頃合いね、コロナの、まあ、頃合いが、うん、塩梅というかね、はい、そのあたりの対策だよ、はい、はい、そのあたりの対策ってことですか、サムさん、あのね、でもね、インフルエンザも少なくなってるってね、まあ確かに、だって考えてみれば、はい、コロナとインフルエンザどっちかかりやすいったらコロナがかかりやすいよね、まあそうだって、ね、症状だって、ね、インフルエンザって、あ、いや具合悪いってなってから移すから、うん、だけどコロナは具合悪くない、ピンピンしてますっていうみゆうちゃんみたいな若者が移すんだから、あ、違う、私はもう移さないね、みゆうちゃんみたいなね、若者が移すんだから、はい、無意識でやっちゃうこともあるんだから、圧倒的に、だから意外と、まあでも注射は必要だよ、うん、まあ、あのワクチンのね、うん、だけど、はい、意外とインフルエンザそんなかかんないなって勝手に思ってる、それよりもコロナの方がかかりやすいなって、で俺らは死んじゃうんだよな、死にたくない、死にたくないって思ってんだろお前、もうこの1週間でぐーっと季節も秋めいてきて、寒くなってきたとか、気温もね落ち着いてきたので、まあこれからますますですね、このコロナとあとインフルエンザの対策ね、皆さん気をつけて対策していただければと思います、はい、いきますか、はい、じゃあサミーさんがですね面白いことを言ってくれるであろう、ちょっとネタに行きたいと思うんですけども、先日とあるオークションが開催されたというニュース、はい、とあるオークションがね、はい、藤井聡太二冠の封じ手開口1500万円チャリティーオークションで入札締め切りというニュースです。7月から8月に藤井聡太棋聖と木村一基王位が対局した将棋の王位戦七番勝負の封じ手用紙を、山口の話じゃねえじゃねえかよ封じ手用紙をね出品したオークションがね、チャリティーオークションが開催されて、20日の9時に締め切られましたというニュースですね。最高金額が藤井聡太棋戦、はい、そうですね、はい、そうの2500万円のね、まあ、ね、藤井棋聖が封じた第4局のですね、この封じ手が1500万円、すごいね、どんな面白いこと言ってくれるんですか、ね、これね、俺調べたんで絶対これ話題出るなと思ったらやっぱ出たね、はい、あなたが LINE をくれたでしょ、いや違うの、出すって正直聞いただけない、はい、大型だったから、ちょっと調べたっていうのはね、あのね、なぜやったかっていうと、これね、はい、あの、はい、7月の九州豪雨あったでしょ、はい、あの時のチャリティーオークション2等ね、はい、元大井のね、木村大井が、はい、元大井が提案したみたいな、でね、面白いことに2局、3局、4局の3つをね、封じ手をオークションにかけた、
でね、面白いことはね、何かというとね、2曲目がね、なんと550万1000円、はい、おこれ、ね、あの藤井騎手が初めて筆を通したやつってことでね、はいはい、その値段がかかって、で2曲目、3曲目がね、うん、木村元棋聖が出した、はいはい、だいぶ下がっちゃったけどね、200万1000円、何が注目ってね、はい、なんでみんな1000円つけるか、確かに人間主義なんだよっていうのは俺もよくやるんだけど、うん、カップ麺、俺鍋で、ね、沸かすんだけど、うん、カップ麺沸かすときに、うん、バーちゃんぴったしだな、このぐらいなと思ってお湯入れるじゃない、うん、でもちょい足したくなっちゃうね、あー、確かに分かる気がします。でやっぱり多かったんですよ、うん、だけど心配だから欲しいから、お湯をちゃんと満タンに入れたいから、うん、でその心理が働いてると、なるほど。でね、あともう一つ最後にね、第4曲、はいはい、1500万って入ってます、これはもうね、簡単、鍋にお湯をね、もういっぱい入れちゃったから、もう絶対余っちゃうなと思ったから1000円足さなかった、はい、そういう心理働いたの。あの時間がないからしないの、心理学してるんでね、注目なのが、なんで1500万も上がったか分かる、確かに、あの、はい、王位がね、なんかその、安そうな顔は、ちょっと分かんないです、ね、分かんないですね、あのね、王位はね、あの王位戦決定した時なんだけど、うん、この時ね、確かにね、藤井騎手が、はい、あの王位になるってことでね、うん、その記念っていうのもあるけど、それよりもね、この封じた手が幻の手だった。開けたら見えなくなっちゃった。まあ、まあ、これは上々、あのね、あのね、やったね、あの、うん、封じ手をやったのがね、87同飛星っていう手だった。分かんないよね。うん、分かんないですね。俺も分かんないけど、分かんないと飛車をね、飛車って大事でしょ。うん、取られそうになったら逃げる、絶対みんな逃げるんだって、うん、そこを前に行って取られちゃった。で、飛車がなった、うん、こういう手だったんだけど、何がすごいって、うなったのはよくね、あの今将棋のね、あのダイジェストとかでやってるんだけど、あの、はい、あの映像でもね、必ず棋士がやる前に AI 予想っていうのを立てるんだって、ね、大体ね、5億手先まで考えて AI がね出すんだけど、うん、そのランキング一番やるでしょ、2番目ってやるじゃん、ランキング、あのね、ランク外だったんですよ、AI も予想できなかったそうですね。でね、はい、突っ込んで調べたら6億手でやってみたんだって。その普通は5億でしてやらないんだけどね、6億でやったらいきなり赤丸急上昇で1になっちゃった。その手が、AI もね越すようなすごい手だったんです。すごいですね。それが伝説になって1500万だった。ただここで注目してないよ、俺が一番注目してない、まだ喋るんですか、これが言いたい、これが言いたいとか、また喋るんですか、これが言いたいとかっていうのはね、550万とかね、200万とか1500万ってなったでしょ、そこのオークションの中で下にね、全部その3つの音もね、送料無料だった。送料無料、これは人に優しいでしょ、優しい、ね、だってそんだけ金額やって送料無料ってあったかくないちょっとそこが言いたかったんだよ、ちょっとあったかいね、高いです。ちなみに藤井聡太は俺がね、高校時代のベースのね、ピーにそっくりだから本当に、はい、まあ以上です、ね、余計な情報です。でも送料無料はやらしいでしょそうです。だって悟りのこの間のカツイったんだから、カツ丼じゃなくてカツイって書いてあるあれなんかもしね、オークション出しても送料無料だったら赤字だよ悪いけど、あ、見てないよね、その時ね、見てないよね、以上、はい、ありがとうございます、ね、はい、うーん、面白かったのかな、今の面白いって俺はね、もうそれを言いたかったんですね、笑っちゃって送料無料って、送料無料を言いたくて、言いたくて3分ぐらい喋り続けたことですね、はい、ありがとうございます。それでは今週の面白トレンドキーワードですね、はい、以上、面白トレンドキーワードでした。このコーナーでは、取り上げてほしいニュースキーワードを募集しておりますね、こちらのメールアドレスの方までですね、あ、ちゃんと言った、いや、今のところですね、サミーさんからしか来てないから、これを取り上げてほしいというのがもしありましたら、ぜひぜひ番組まで E メールの方よろしくお願いいたします。はい、どうもありがとうございました。それでは次のコーナー行きたいと思います。今週もですね、このサミーの面白ニュースサテライト、ありがたいですね、ゲスト来ていただけるんですね。でもこの間来なかったじゃん、この間来なかったですね、はい、失礼しました。ゲストお招きしております、シンガーソングライターのメアリー J さんです。それではメアリー J さん、どうぞ。どうもこんにちは。はい、それでは、リモート最初さん、メアリー J さんのプロフィールお願いします。福岡生まれ、幼少からエレクトーン、合唱に親しみ、中学生で作曲を始め、中3で北九州市民音楽祭作曲コンクールに入賞しました。25歳で劇団東京キッドブラザーズ、一人演者でインディーズデビューし、ZIP 東京のデビューライブを行いました。
その後、主催イベント、ワンマンライブ、楽曲のカラオケ配信、ラジオパーソナリティなど幅広く活躍されています。また趣味はマラソンで、フルマラソンの自己ベストは4時間43分という記録を持っています。はい、ありがとうございます。そんなメアリー・デイさんが、ね、本日のゲストで、もうあの、ついに本物が来たなと。え、あ、いや、あの、ちゃんと生きてます。そういうのじゃなくて、今までの亡霊だったってことですね。はい、ということで今回ですね、お越しいただきましたメリー・ジェイさん。へえ、はい、へえって言ってましたけど、へえ、へえ、へえって言って、へえって言っちゃったの今。いやいや、どっちでもいいですね。もう活動の非常に、まあ、多彩な、今あのラジオの DJ であったりだとか、まあ、作詞作曲ともご活躍されてるんですけれども、はい、デビューのきっかけといったところが、このボーカルユニット踊り演者、踊り演者、はい、これどんなボーカルユニットだったんでしょうか。ちょっとそれ、黒歴史、はい、あ、黒歴史、いやいや大丈夫です、大丈夫です黒歴史ここに載せたの一応ね、この踊り演者でインディーズデビュー、踊りながら歌うっていう男女11人ユニットで、で、あのゼップ東京に立ったことがあります。ゼップ東京ってすごいですよね。ミュージカルみたいなもんでしょ。いやいやいや、踊りでこんな感じの、こう、ババンババンバンバンみたいな、ね、あ、そうそうそう。メアリージェイさん、ダンスもやられて。いやいや、だダンスじゃなくて振りですね、まあね。振り以外からダンスになってました。はい、何を言わせんだろうね。まあちょっとこう踊りながら、はい、こんな大きい頭して、へえですね、レトロな感じの、はいはい、アフロですか。アフロ、みたいな。まあ音楽はレトロな感じ。あ、レトロみたいな。アフロはアフロみたいなね。そんな昭和歌謡を、はい、でインディーズで、はい、ゼップ東京でもデビューライブを行って、ちょっと黒歴史、はい、ああ、そこは黒歴史、2004年からですね、メアリー・ジェイさん、はい、出演者が全員母親というライブ、あ、はいはいはい、シンギングママサミット、はい、こちらの企画主催、まあ、イベントを開催されて、ね、これも今でもこれ、あ、今はもう終わってるんですけど、はい、あの当時自分の子供がちっちゃかったんで、はい、ライブハウスに子供を、ね、はい、連れていくっていうのがなかなか難しい時代だったんで、じゃあ自分でちょっと企画しようっつって、でもあのみんな子供がいるお母さんたちなんで、目の前にずらーって10人ぐらい子供が見てるんですよ。可愛いんだけど、やっぱりあのつまんないと、つまんないって言うから、すごい厳しいファンですね。楽しかった、みんなわーって盛り上がるんで、盛り上げといて。サトルも盛り上がりますよ。そんな感じです。子供として踊っちゃうから。そんな感じですね。子供としてパプリカ踊ってたの、この間。あ、踊れるんだ、下手だけど。踊れるんだ、みたいな。パプリカは覚えてる。大入り、まあ、満員のイベントだったら、はい、これ逆に今やったら、はい、ものすごくウケる。じゃないかなと思うんです。今ちょっとコロナで、ね、だんだん時代がついてきた、はい、時代がついて、ちょっと早かったですかね。これいつまでやられたんですか。ね、2004年でしょ、12年やったから2016年までやるんですね。最近までやってたんですね。また企画してね、そういうのね。そうですね、はい、いやもうでも、いや、まあ、今は、もう遅いかな。今は温めて、ちょっとあれです、少し、ね、もうでも出尽くした感じがしますね。当時はすごい画期的な感じだったんですけど、みんなもう、ね、お子さん産んでも続けてるっていうか、なるほど、結構ね、子どもの市民権を得てきたような感じがあるけど、でもさっき聞いたけど、マラソンも。あ、そうですね、マラソン、いきなりそこ興味、あ、そうですね、それちょっと気になったと思います。あ、趣味はマラソンということで、なんとフルマラソンですね、5時間切る、4時間3 43分という記録を、はい、お持ちで、1回だけなんですよ、5時間、はい、俺は早いか遅いか分かんないけど、いや、早いんですよ、早くはないです、いや、はい、でもフルマラソン走れるってのはすごいと思って、ね、途中でね、やっぱ歩く時間みたいもあるんですよ。それは何ですか、毎日あの電車賃あのケチった成果ですか。やばいこと聞いちゃったかな。いや、でもね、佐藤さんは普段はなんか運動とかされるんですか。普段、うちの周りを 10キロ、10キロはなかなか走らないですけど、まあ、5、6キロ走ってるんですよ。へえ、なるほど。マラソンはちょっともう人生見えますね。人生が見える。 あとマラソンで走ってる時何を思って。いや、だから人生ですよ。いろいろ物を吹けるんですね、こう。ずーっと同じような人がずっと4時間目の前にいるんですよ、はい、だからその背中にね、 T シャツの背中に、はい、俺の背中を越えていけと書いてあるんですよ、
はい、それちょっとそれやばい人じゃないですか。そうじゃなくて、だからみんなこう本当に書いたの、本当にメッセージ T シャツっていうか、そうそう、あるんです。そうだ、本当に書いたのね。書いてある。で、私背中にメアリー J 48歳。あ、ちょっと年齢もね、はい、それは6年前の話。あ、じゃあ今計算できちゃうよ。はい、どうぞどうぞ。なんでそう、はい、そういう趣味がマラソンということで、非常にタイムもですね、好タイムをお持ちなんですけれども、今現在の活動としては年に 1,2 回ワンマンライブも行っていらっしゃるということで、はい、これはどのあたりでワンマンライブをされてるんですか。聞いていただきました。はい、その流れで、はい、いよいよやっていいですか。はい、お、何かあるんですか。これを宣伝しに、お、お、はい、メアリー J さん、ね、バースデーライブに2020ということで、うん、こちらは、ラドンナ、はい、ラドンナ原宿、ラドンナ原宿ですね。自分前に出たの。いやいやいや、ラドンナ原宿11月15日、今年の11月15日ですね。こっちに書いてありますね。はい、間もなくですね。ビルのシングパーティー、はい、願いのパーティー。そうそう、あの願い事が叶うように、はい、私がちょっとお客様にね、素晴らしいですね。お願い事してくださいっていう、はい、で結構ゲストと、あとその周りを脇を固めるサポート陣もかなり豪華な方たちなんですね。バンドこれ見ながら言ったの今、はい、今ね、見てますね。バンドが、ピアノ、ギター、ベース、ドラムついて、はい、ゲスト、あの女性ボーカルのね、うん、で女子同士の、デュエット、なかなかないと思うんですけど、はい、女同士の気持ちを掛け合いで歌うっていうのをね、というのをね、この間ね、はい、ちょっともう一個いいですか、先生。すごいですね。はい、すごい宣伝がいっぱいありますね。この宣伝するとなるの、この流れでですね、これちょっとアップになったりしないんですかね。こっち、あ、そっち、こっちは大丈夫ですか。自ら近づいていくしかないのか。あ、アップになりました。アップになりました。アップになりました。あ、どっちですか。今座っていただいて正面のカメラがですね、今アップになってます。すみません、ありがとうございます。はい、ウィメンズパワー、アップしそうです。言わなくていいんですよ。ウィメンズパワーっていうね、はいはい、CD を出したんですね。もうちょっと言うと、ウィメンズパワー、で、ウィメンズパワー、女性の力、力っていうね、うん、これこの間同じ名前でね、イベントを上野でやったんですが、うん、まあ、女性の持ってるこう潜在的な力、底力とかをね、今こそ、うん、今だからこそ、うん、日本は本当ね、女性の力が弱いって言われちゃってるからね、本当にこれからね、盛り上げないと。そう、うん、男も女もね、今世の中にいる人はみんな女が産んだんです。そうですね。私が尊敬する一人残らず女が産んだんですっていう、間違いない。そう、男が産んだ人はいないと思います、多分。うん、まあそうです、生物学的にありえないですもんね、男の人は。ということでね、このウィメンズパワーっていうところに、女友達っていう、女友達同士の掛け合いのね、うん、でそれとかをね、今回歌おうと思います。はい、あ、すごい。女性であることっていうのをしっかりもう飾らずにもう表現されてるなっていうすごい感じが出てるんですけれども、うまいこと言うね。そう、出てるんですけども、今日メアリー・ジェイさんに生で1曲、はい、はい、演奏していただきたいと思います。はい、ではちょっとメアリー・ジェイさん、セッティングの方よろしくお願いします。準備長お願いします。ピアノいただけますか。あ、すいません。ね、ガールズトークっていう曲で、これは女子会の歌なんですが、
みんなでちょっと声をね出してほしいんですよ。私がせーのっつったらイエーイってね、声とアクションでちょっと練習していいですか。せーのイエーイ。そんなもうちょっとなんかこう元気に言ってください。せーのイエーイ。あ、そう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 、そういう感じでお願いします。ガールズトーク言っていいですか。お皿並べ、笑顔並べ、ケーキ並べ、幸せで埋めてくテーブル。さあ誰がシャンパン抜くの。今日は女子だけで集まろう。きっと男にはわからない、戸惑いときめき、イライラ、ジェラシー、ぶちまけ。それではダーン、せーの
ありがとうございます。ありがとうございます。ダーの方がいい。おかしな熱気にダーですか。ダーを飲みましょう。はい、じゃあ次のコーナー行きたいと思います。次のコーナーは写真で一言。はい。それでは次のコーナー写真で一言なんですけれども、このコーナーの説明を最初さんお願いします。はい、このコーナーではトレンドニュースに関連する写真に面白い一言添える大喜利コーナーです。今回は徐々に戻りつつある観光地にまつわる写真を用意しました。はい、ということで今回は観光地、景気のいい話ね。はい、景気のいい話ですからね、早くね、気兼ねなく旅行に行けたらいいなということで観光地の写真を用意させていただきました。じゃあまずこっち最初の写真、まずこちら出ますかね。はい、やばいじゃないこれ。はい、こちらですね、ノルウェーにございます、ビーゲラン彫刻公園にある、まあ、あの像なんですけど、ノルウェーの なんだかわかんない。ただ俺にはもうストリーキングしか見えない、はい、ビーゲラン彫刻公園にあるこの写真、うん、はい、じゃあ面白い一言を思いついた方、はい、挙手で。あ、はい、はい、ちょっとね、さっきね、ソングスがね、いいの考えましたって言ってね、俺に送ってきたんだよ。ソングス、はい、うん、はい、じゃあ、じゃあ、はい、じゃあ、ビーゲラン公園のディレクターさん、エコー聞かせてください。はい、そんな、はい、それでは、ビーゲラン彫刻公園のエコー、OK？ ダバッタダバラダッパ、いや、はい、じゃあ、写真で一言、どうぞ。俺はジャイアンが来た一生、以上。コメントなんかしてるリアクション。いや、ソングステメもダメじゃねえかこの野郎。ちょっとね、高槻さんコメントお願いします。ソングス珠玉の一曲。あれだ、一言だね。まあ、確かに楽器大賞感はありますね。でも残念なのは、奴が歌うと、うん、ジャイアン以上に残念だから。それ本当に、そうなんですか。興味あるでしょ、そしたら。え、興味ある。本当に残念だよね、あいつの歌はね。まあまあどこにやったら、まだあるよ、まだ、はいはい、あ、まだ、はい、調子いいですね。お願いします。言ってるから、まだ写真出していただいてよろしいでしょうか。これは一個聞かせなくていいですよ。よろしいですかね、ちょっと写真出していただいて。はい、ビーゲラン彫刻公園ノルウェー、写真で一言どうぞ。フルチンですが、何かいいでしょ、別にこんなんでしたね。まあまあ、まんまですね。大喜利なんで、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 コメントして、これ、ファンが喜ぶんだよ。大喜利なんで、もうちょいひねっていただくと。ひねって、じゃあ誰か誰か誰か、はい、じゃあ、サトルさん。なんか、いますか、サトルさん。はい、なんかニコニコしてるんで、じゃあサトルさん行きましょう。ちょっと写真を出していただいてよろしいでしょうか。はい、サトルさん、ビーゲラン彫刻公園で写真で行ったこと、どうぞ。僕はあのプロレスラーのなるんだぞこれからって子供じゃあパンツ履こうよ、じゃあトランクス履こうよ、そしたら頼むから、これでやったらもうやばいよ。プロレスラーになるんだぞこれからって、ちょっとこういう感じで、ね、プロレス見たけど、ちょっとあのサトルさんのこの統治法というかね、統治法の文章にちょっとね、心打たれましたけれども、サトルさんが甘いんだね、いつも甘いですよ、もうツボ入ってるでしょ、はい、本当に、はい、ね、じゃあちょっともう、そうですね、こんなこんなにです、じゃあ、メアリージェイさん、はい、メアリージェイさん行きましょう、ちょっと写真出ますかね、フォローできるぞ、いやいやいや、できるかな、はい、じゃあメアリージェイさん、写真で一言どうぞ。畜生、枯れちまった。出てこないっていう、今ちょっとね、俺時空超えちゃったよ、うん、やばいよ、少し、まあね、あ、水不足でね、ションベン小僧になれなかったみたいな、そういうことか、あ、あの、枯れちゃった、そっちね、出なくなっちゃったとか、そういうことですね、なあ、そうだ、これでも、メアリージェイさんの一面見えましたよ、いやいやいや、なんかちょっと意味が分かると少し怖いかな、怖い、意味がそう思ったら本当は怖い、あの年で枯れてたらね、ねえ、はい、もうじゃあ大事な話だったからもね、ちょっとトークが下の方に行きつつあるので、ちょっと2枚目の意味が分かってないから、2枚目の写真いきましょう、2枚目の写真、はい、2枚目の、あ、ちょっとねちゃん、あ、ですかね、はい、2枚目こちらの写真です。関税、こちらチベット州自治区、まあ中国の四川州にあるんですけれども、まあチベット自治区というところにですね、こういう面白いモニュメントというか、こういう像があるんですよ。パンダがタバコ吸って麻雀をしてるね、態度悪いね、まあ、パンダね、タバコ吸ってる、タバコ吸ってる、タバコ吸ってる、はい、じゃあ、はい、はい、じゃあサミーさん行きますか、行きますか、じゃあサミーさん写真で一言、あの手を見せて、
手を見てね、はい、皆さん手に注目です、はい、手に注目してくださいね。はい、写真で一言どうぞ。オープンリーチ9連全面待ち中連ね。やばい、わかんない、マージャン頼むしかないか、マージャンわかんないから、中連ってね、あれね、あの手はね、よく見るとね、あれね、全面待ちやったら死んじゃうんだから、積もったらすごい手なんだ、あの、さっきのね、あの藤井聡太のね、手と一緒だから、あの、幻の手、でもね、あの、存じ上げない、フルチしたのはフリーテンだからって、わかんないね、よし、はい、フルチンじゃないからね、フリーテン、やめよう、はい、じゃあ、3枚目の写真いきましょう、時間もあれなんで、3枚目の写真いきましょう、はい、3枚目の写真、こちらですね、こちら、これ、はい、アユタヤ遺跡、これ、あの、菩薩樹、菩提樹ですね、うん、菩提樹の仏像、仏像ということで、まあ、この木の根っこからこう顔を出してる。すごい。すごい。じゃあ俺やる。早いですね。大丈夫。大丈夫。はい、じゃあサミーさん行きましょう。写真で一言どうぞ。これは間違いなくバンクシーじゃねえな。いやいや、なんか絶対バンクシーじゃないよね。俺ね、書いたの。あとあるんで、こういうの。はい、狭いよ、怖いよ、暗いよ、暇だよってブツブツ言う大仏。おー、これ笑ってほしいんだよ、おーじゃないんだよ、おーは困っちゃうんだよ、笑うのは難しいです、笑うのは難しいですね、あのね、笑えないけど、はい、じゃあメアリージェイさん、癒し系のやつね、はい、もう言い訳してくれ、はい、じゃあちょっと写真を出していただきまして、はい、じゃあメアリージェイさん、写真で一言どうぞ。良きかな、おー、深い、あの、考え、あ、考えちゃうね、わかんない、わかんない、ね、あれですよ、このまま一緒寝そうだよ、俺は、うん、千と千尋ですよ、ね、わかります、わかります、ね、見たけどね、お疲れ様ですよ、はいはいはい、お疲れ様の、うん、いや、それ言わなかったらわかんなかったですあの、わかってよ、いや、千と千尋一回しか見てないから、はい、じゃあちょっと佐藤さん、最後に佐藤さん、佐藤さん、締めていただきましょう、締めるの、はい、締まる、大丈夫、締めていただきます、はい、じゃあちょっと写真出していただきまして、アユタヤ出ますかね、アユタヤ、はい、それでは、はい、サトルさん、写真で一言どうぞ。僕狭くてここから出してください、俺と一緒に言うやろブツブツ言えよ、じゃあはい、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、それでは、リモート審査員のサイチョさん、はい、本日の審査しますよ、俺ばかりやってるの、俺をやんなと思う、サイチョさんがもう、審査員なんで、はい、はい、じゃあ本日のベストオブ大喜利ストどなたでしょうか、発表お願いします。今日の、はい、優勝者のサミーさんです、はい、なんか俺しか言ってないからほとんど俺しか言ってないからよかった、俺、俺ハブられてんかと思って、いつも選ばれないから、はい、大丈夫ね、ということでですね、なかなかね、盛り上げるの難しいですけれども、ね、うん、あの、来週以降も、次回以降もやっていきたいと思います、okay。 はいはい、以上、面白い写真で一言のコーナーでした、ありがとうございました、はい、それでは、ね、今回も、今週もね、まあ、そうね、悲しいですけれども、はい、エンディングの時間でございます、はい、じゃあ、はい、最後、サミーさんの曲で締めていただきたいと思います、はい、じゃあ、準備お願いします、お願いします、俺がやるのに、マジで本日のラストソングですけど、まあ単純なんですけどね、人はね、諦めなければ夢は叶うって曲です。逆にね、諦めてしまったらそれで夢は終わるっていう曲です。聴いてください、 Endless Dreamer かっこエンドリー、yeah。 誰が何と言っても譲れぬ思い、きっとあるだろう、胸に手当てて聞いてみろ、心の叫びを。
two, three, four. どうして今ここに俺はいるんだろう。生まれたわけはないけど、でもこうして生きている。楽しいことより辛いことの方がたくさんあるような気するけど、でもこうして生きている。夢や希望が現実の厳しさにどんどん削られてないかい。諦めることになれてないかい。誰が何と言っても譲れる思いきっとあるだろう。胸に手当ててきてみろ。心の叫びをいつも思ってた。いつか俺はやる。ここで終わる俺じゃない。根拠なき自信友の指語り、いつとなく夜明かした。世間の雨風にさらされていつしか語らなくなった。夢を押し殺し子供に夢託す。そんな人生も悪くないが、本当にそれでいいのかい。夢は決して終わらない。寝ても覚めても終わりはしない。叶わぬ夢があるならば、それは諦めた時で。誰が何と言っても譲れぬ思いきっとあるだろう。胸に手当てて聞いてみろ。心の叫びを夢は決して終わらない。寝ても覚めても終わりはしない。叶わぬ夢があるならば、それは諦めた時。捨てた時夢を諦めるな。オーナーエンディストリーマー。 Thank you。 以上ですね、エンドレスデイドリーマーでした。かっこエンドリー。ちなみに鶏の、オスはめんどり。バカ野郎逆だよ。まあいいや、以上です。はい、ありがとうございました。はい、それではエンディングのコーナーですね。改めての告知になります。本日ゲストの本日ゲストのですね、メリー J さん、バースデーライブ2020、今年ですね11月15日ラドンナ原宿で開催されます。こちら、チケットはどちらで買えるんですか？チケットはお店のホームページとか電話とかでもいいですし、はい、私の方に、はい、あちこちに私ネット上にね、SNS とか、Twitter とか、Facebook とか、メグロとか、インスタとかいっぱいやってますので探してください。はい、メアリー J さんで検索していただくと、メアリー J で、はい、はい、できますので、メアリー J さんで、なんで J さんですか？本名は？あ、カビラ J。 あ、もうそうだね。バカ野郎。カビラ J さんとは兄弟？兄です。兄ね、似てるでしょ。嘘つきだよ。違う。まあいいや、はい、はい、ね、今日のメアリーさん、すいませんね、本当に、ね、本当に心が広い、ね、ちゃんともうサミーさんがリアクションしてくれるっていうね、心の広い、器の広いゲスト、はい、メアリー J さんでしたけれども、サミーさん、何か告知ありますか？サミーさんは、いや、だから映画だるまっていうのはそのうちやるから、はい、そのうちやるということでございます。はい、じゃあ高槻みゆちゃん、何か告知ありますかね？私は SNS
送やってますので、ツイッター、インスタグラムで高槻みえで、検索お願いします。はい、ありがとうございます。最初ちゃん、何か告知ありますでしょうか。全然ないです。私もツイッターとかインスタグラムやってるので、最初に見て検索してください。はい、ありがとうございます。 YouTube でも僕も出たりしてるので、よかったら。はい、ありがとうございます。はい、じゃあサトルさん、はい、あと5秒。はい、はい、それではまた次回お会いしましょう。ありがとう。